内耳、内耳、内耳は耳の最も内側にあたる部分である。耳は外側から内側へ向かって外耳、中耳、内耳に分けられる。大まかに述べると外耳は外界から鼓膜までの部分、中耳は鼓膜とその奥、内側にある個室、並びに個室と鼻空を結ぶ時間である。内耳は 中耳のさらに奥にある器官で、頭蓋骨の中、細かく言うと頭蓋骨の一部である、側頭骨の衰退と呼ばれる部分の内部にある複雑な形の空の中に、聴覚や平行角に関与する装置を持つ。内耳は大きく下牛、前帝、三半器官、半器官の三つの部分に分けられる。下牛はその名の通り片つむり状の部分で、 聴覚に関与する器官であり、ここに音を神経、下牛神経に伝えるための構造がある。半器官は半円周状の管で、一皮の内耳に三本ある。前提は、下牛と半器官の間の部分であり、下牛と半器官への玄関に当たることからこのなる。前提、半器官は平行感覚、重力の向きや直線加速度、 角加速度を受容するための機関である。内耳を形作る側頭骨の空は複雑な形をしており、これを骨迷路と呼ぶ。骨迷路の中には骨迷路と同じ形の膜があり、膜迷路と呼ばれる。すなわち内耳は骨迷路の中に膜迷路がある、いわば二重のトンネル構造となっている。骨迷路の中で膜迷路の外の部分、すなわち骨と膜の間は、 外リンパ式と呼ばれ、外リンパと呼ばれる液体で満たされる。膜迷路の中は内リンパと呼ばれる液体で満たされる。外リンパと内リンパは組成が異なる。骨迷路と膜迷路は同じ形であるが、細部の名称の多くは別となっており、骨迷路を刺すのか膜迷路を刺すのか区別できるようになっている。例えば、骨迷路の内下牛を形成する部分を、 鍵浦船艦といい、膜迷路の内鍵浦船艦の中にある部分は、下牛管と呼ばれる。従って、これらの語が適切に用いられていれば骨迷路を指すのか、膜迷路を指すのかを判別可能である。ただし、骨迷路と膜迷路で全く同じ名称が用いられている部分が、いくつかあり、これらは名称だけでは骨迷路か膜迷路か区別できない。軸の周りを、 螺旋状の管が取り巻く形状をしている。巻数は2回転半とも2回転3、4とも言われる。下牛の内部は2階建て構造で1階部分を、個室外、2階部分を前庭階と呼ぶ。個室階と前庭階は、頂上部分で交通している。個室階と前庭階の間、いわば中2階に当たる位置に、膜迷路があり、下牛管があるいは中央階と呼ばれる。 下牛管の上側、螺旋の頂上側、前傾界との境界をなす膜を前傾膜あるいは、ライスネル膜と呼ぶ。下牛管の下側、個室界との境界をなす膜を規定膜と呼ぶ。規定膜上には、有毛細胞を持つコルチキ、螺旋器がある。コルチキは、音の受容器である。外耳から入る空気の振動は、中耳の鼓膜。 自傷骨を介して、内耳の前庭の前庭窓、卵丸窓に伝わり、前庭界の外リンパを振動させる。振動は前庭界を上り、頂上部から腰使いへ移り腰使いを下る。この振動が、コルチキの有毛細胞を刺激し、その刺激が神経から脳に伝えられ音として感じられる。内耳の中央部分であり、中耳の個室と接する。前庭の膜迷路には、 卵形脳、休形脳と呼ばれる袋状の部分がある。卵形脳と休形脳の内側には平行板と呼ばれる装置があり、頭の傾斜や直線加速度を感受する。平行板の仕組みは概ね次の通りである。有毛細胞が並んでおり、それをゼラチン状の物質が多い、その上に炭酸カルシウムの結晶が乗っている。 この炭酸カルシウムの結晶を平行差あるいは磁石と、いい、ゼラチン状の物質は平行差膜と呼ばれる。有毛細胞の毛は平行差膜の中に突き出ている。直線の加速度が生じると、例えば人が前方へ移動し始めると、有毛細胞と平行差の位置にズレが生じ、有毛細胞の毛が刺激される。その刺激が神経から脳に伝えられ直線加速度を感じるようになっている。 卵形脳の平行板と、球形脳の平行板は互いに垂直で、前者は水平方向の直線加速度を、後者は垂直方向の加速度を感じする。頭部を傾けた時も平行差がずれて、有毛細胞の毛が刺激され、傾きを感じする。半円周状の管で、人皮の内耳に三つある。骨迷路を骨半器官、膜迷路を膜半器官と呼び区別するが、医学書などでは、 膜半期間を単に半期間ということがある。三つの半規管それぞれの名称は、前半期間、外側半規管、水平半規管、後半期間である。骨迷路と膜迷路を区別する日本語名はない。前半期間、外側半規管、水平半規管、後半規管それぞれが各加速度を感受する。それぞれの半規管含む面は互いに垂直である。 それぞれの膜半期間の両端は前傾の卵形の王につながる。両端の内一方は防流しており、この部分は膨大部と呼ばれる。この内側に核加速度を感受する装置があり、膨大部量という。膨大部量の仕組みは概ね次の通りである。膨大部の壁に有毛細胞が並んでいる。有毛細胞の毛は半規管の内側を向いていて、ゼラチン状の物質。 クプラという2を覆われている。頭に角加速度が生じると、半期間にも角加速度が生じるが、感性の法則によりないリンパはとどまろうとするので、相対的に逆向きの流れが生じる。その結果、有毛細胞の毛が刺激され、その刺激が神経から脳に伝えられ核加速度を感じるようになっている。例えば、頭部が右に回り始めると当然、 半期間も右に回り始める。しかし、内リンパはその場にとどまろうとするので、半期間から見るとうちリンパが左回りに流れ始めるように見える。その流れが有毛細胞の毛を刺激し、各加速度を感じるのである。前述の通り、三つの半期間は互いに垂直である。このため、どの方向の各加速度でも感受することができる。 内耳から脳へ感覚を伝える神経は内耳神経である。内耳神経は二つの枝に分かれており、下牛につながる枝を下牛神経、前傾と半規管につながる枝を前傾神経という、内耳神経を超神経と呼ぶこともある。内耳は聴覚の受容器であり、平行覚の受容器である。内耳や内耳神経に疾患を生じ、 これらの機能が障害された場合は、難聴やめまい、眼神などを生じる。以下に、いくつか紹介する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。